けてるつもりで得意になって、大事なことは全部置き去りにしちゃって、自分で自分を苦しめている主人、そんな僕にさよならさ、トランスフォーメーション、あいつが怖くてどうする、だから下向いてじゃ進まない男なら、誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思い切り守り抜け、転んでもいいよ、また立ち上がればいい、ただそれだけできれば気が起きないなんて、乾いた口の自分がほんと嫌いで、とりあえずは表で深呼吸工事、そんじゃ今からしましょうか、トランスフォーメーション、弱気になってどうする、明日の君はどうする、黙って下向いてじゃ聞こえない男なら、誰かのために強くなれ、ぶつかり合って精一杯やってみよう、泣いてもいいよ、また笑えればいい、ただそれだけできれば英雄だ、誰かのために強くなれ、女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない、これが正しいって言える勇気があればいい、ただそれだけできれば英雄さ、いつもと違う髪の匂い、踊らされてしまう悔しいな、緩もれしまう口まわた、マフラーにそっと沈めた、私こんな風に我慢強くなれていたんだろう、子供の頃から泣き虫だってバカにされた、内緒にしてSorry.
してもらえるとすごいありがたいので、もしよかったらやってくれると嬉しいです。はい、というわけで次の曲の準備ができてるようなので、次もバチバチに盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。Southside down, hey, hey, Southside around, yes.
違いだよ。ここにいる僕に気づけないんだろう。人混みに紛れて一人虚しくて見上げる空、届かない会話キャッチボール、孤独は増してく。 Hey Hey 答えて誰かいませんか。ずっと探しても答えないから。 Hey Hey 僕だけが僕を作るから、泣いたって笑ってずんだって愛してくれよ。Go だったら歌だったらだ。 Hey Hey サムライフ、 Hey Hey サムライフ。
してたわけに気づいて、誰に何度裏切られても目を覚まして笑って One more time。アコースティックライブ2022二人持ちじゃない大作戦ご覧いただきまして誠にありがとうございます。見えてますでしょうかね、サムライハートノーダウトと2曲続いてお届けいたしました。楽しんでいただけてるでしょうか。申し遅れました。私、ボーカルを担当しておりますジョータローと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はここ全尊学園音楽大学前田ホールから、配信ライブにてお送りしております。生配信でございます。本来であればここにお客さんを入れて、ライブをしたかったなと思うんですけども、こういうご時世なので配信という形にはなってしまいますが、配信にも配信の良さがございますので、配信を見ている一人一人にしっかりと届くように、歌っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは2曲続けて明るい曲をお届けしたので、続いてはバラード曲をお届けしたいなと思っております。それではバンドメンバーの皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは聴いてください。歌うたいのバラッド。歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ頭の中を空っぽにするだけ。あ、目を閉じれば胸の中に映る懐かしい
ございました。
けで皆さんこんにちは。見えてますか？急にこの大きいステージで2人きりというここでやっと2人ぼっちというところが出てきてね、アコースティック今までしてないやないかって声がめちゃめちゃ聞こえるんですけど、ここへ来てですよ、ここまで撮っといたんですよ皆さんねえギターの萌石さんです。この企画でね、この女の子2人で、可愛い女の子2人でめちゃめちゃね熱い、あ、可愛い女の子2人でめちゃめちゃ熱いこう青春な曲を歌っていこうと思います。それでは聴いてください、心得。描いた夢とここにある今、二つの景色見比べても形を変えて、ここにあるのは確かな一つのもの。過ぎゆく春を惜しみ、ガラクタの山から探すあの日の夢、響けこの声よ、響けこの心よ。涙枯れるまでまだ出ぬ答えを言い続けて、ガラガラの声から刺さる叫びの歌、響けこの声よ、響けこの心よ。涙枯れるまで共に集めた君よ、まだ抜けからの君をもう見たくはないから、響けこの声よ、響けこの心よ、心よ。涙枯れるまで完成の見えない絵を、涙
がとうございました。いただきましたのはボーカル松本里さん、そしてギター萌石による心得でございました。はい、続いてアコースティックコーナー1曲目はですね、我々メンズチームでお送りしていきたいと思います。紹介します。ギター和田裕樹、そして僕からは私ジョー太郎でお届けしていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとここで喋りたいと思うんですけど、今回ですね、こうやってコロナ禍でなかなかライブができない中、ライブをすることができて本当にもう嬉しい気持ちでいっぱいです。このタイトルにもあるように2人ぼっちじゃない大作戦っていうのはですね、ボーカルが2人いるんですけど、2人だけじゃなくてバンドメンバーもいるよという意味も込めつつ、そして、ライブはですね、基本的にこうやって照明さんがいて我々を照らしてくれて、そして音響さんがいてこうやってマイクから声が届けて皆さんのもとに配信でして、歌が音楽が届けられています。本当にそういったスタッフさんたちも含めて二人ぼっちじゃない、一人ぼっちじゃないよっていう意味も込めてこのタイトルに、したんですけども、本当にこれをやるにあたってどん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 いろんな人が関わってくれて、我々のためにいろんなことをこうやってくれて、本当に私は改めて幸せ者だなと、実感しております。そんなですね、感謝の気持ちを、込めて次の曲を届けられたらなと思っております。スタッフさん、そして、バンドメンバー、そして見てくれている、あなたに届くようにしっかりと歌っていきたいと思います。それでは聴いてください。ひまわりの約束。君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ。ガラクタだ二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、遠くで聞こえてきた
も僕らが離れてもそれぞれ歩いてきたその先でまた出会えると信じてちぐはぐだったはずの幅一つのように今重なるそばにないこの瞬間も忘れはしないよ旅立つ時手を振る時笑顔でいられるようにひまわりのようなまっすぐなその優しい「ぬくもりを全部返したいけれど」「君のことだからもう十分だよ」ってきっと言うかな。じゃない大作戦ご覧いただきまして改めてありがとうございます。ありがとうございます。改めましてボーカルの城太郎と松本梨沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでここまでいろいろ曲を聴いてきてもらったんですけども、はい、画面の向こうで楽しんでいただけますでしょうか。なんて楽しい頼んでいただけましたでしょうか。イエーイ、やりました。噛みました。ありがとうございます。食われました。はい、
ということでいろいろアニソンとか、はい、J-POP とか聞いていただきましたが、はい、なんとこのライブも終盤です。もう終わっちゃいます。悲しい悲しいよ悲しい。瀬山すごいさっぱりしたちょっと変だったちょっと変はい、というわけでね、はい、ということでここでなんてここでここで素敵な演奏してくれたバンドメンバーを紹介していきたいなと思ってます。ええやないですか。それではバンドメンバー紹介していきたいと思います。どこまで君に会いに行こう。